チームハースが開発したローラ THL1。チームハースは、かつて存在したアメリカ合衆国のレーシングチーム。1985年から1986年にかけて F1 世界選手権に参戦した。自社開発の F1 マシンをローラ名義で登録したため、規定上コンストラクターには当たらない。ハースローラ、ベアトリスローラ、フォースとも呼ばれる。 チームオーナーのカール・ハースは、俳優のポール・ニューマンと共に、ニューマン・ハース・レーシングを結成し、北米のインディカーワールドシリーズで成功を収めていた。1984年、ハースは、エイビス・レンタカーや、STP ・オイルなどを参加に収める、全米第8位の大企業、ベアトリス・フーズの支援を獲得した。両者は、 カートの派生プログラムとして F1 チームの結成に合意し5年間のスポンサー契約を交わした。ハースはまたアメリカにおけるローラ製レーシングカーの輸入ディーラーでもあり写真名にハースではなくローラと名付けることを希望した。チームの技術顧問にはローラ代表エリック・ブロードレーの名があったが実際にはローラは 計画に参加しておらず、名義菓子のような形であった。共同オーナー兼チーム代表には、F1 に精通した人物として、マクラーレンの元チーム代表であるテディ・メイヤーが、就任した。設計部門には、ウィリアムズのパトリック・ヘッドの下で働いていた、ニール・オートレートロス・ブラウンを迎え入れた。チームは、イギリスのロンドン近郊のコルンブルックにファクトリーを、 構え、運営母体となる、フォーミュラワンレースカーエンジニアリングを設立した。エンジンは、コスワースが新開発する、フォード V6 ターボエンジンの独占使用権を獲得した。ドライバーは1980年に、ドライバーズチャンピオンを獲得したアラン・ジョーンズと契約した。ジョーンズは1981年シーズン後に一度、引退した後、1983年に、 アローズから、スポット参戦していたが、今回は、本格的な現役復帰となった。アメリカの F1 チームの参戦は、パーネリやペンスキー以来久々であり、また、大口スポンサー、名門エンジンサプライヤー、チャンピオン経験者という、進行チームとしては強力な体制が注目された。 フォード g b エンジンの完成は1985年シーズン中には間に合わないため、先に完成した THL1 シ,シーにハート製の次期4ターボエンジンを搭載し、一足早く F1 にデビューすることになった。第12戦イタリア GP にジョーンズの一大体制で初出場した。メカニカルトラブルが続発し、ポールタイムから約10秒遅れで辛くも、 予選通過したが、決勝もエンジントラブルでリタイアした。その後参戦に出場したが、南アフリカ GP は、ジョーンズの体調不良で、決勝を棄権し、残る2戦ともリタイアを喫した。ジョーンズに加えて、パトリック・タンベイと契約し、2大体制でのエントリーとなった。タンベイが負傷により欠場した際は、エディ・チーバーが、スポット参戦した。 フル参戦となる2年目のシーズンは大きな誤算の中で戦わなければならなかった。まず、メインスポンサーのベアトリス・フーズが買収され、ハースを講演していた社長が更迭された。新経営陣は5年契約を保護にし、1986年、限りでスポンサーを降りると宣告した。さらに、フォード GBA エンジンの完成が大幅に遅れた上に、パフォーマンスは、 期待外れだった。ロス・ブラウンは、新型マシンは本当にいい車だった。ところが、エンジンに、全然パワーがなかった。ジョーンズは、技術を駆使した小型のエンジンだったが、全くの不抜けだったと振り返っている。チームは、開幕2戦を、ハートエンジンの旧型、THL1 で戦い、第3戦3マリの GP から、フォードエンジンを搭載する。 thl2 を投入した。このレースはジョーンズのみが使用し、第4戦モナコ GP から、単米にも新車が与えられた。このレースで、単米は、ティレルのマーティン・ブランドルと接触し、派手な横転事故を起こした。マシンの性能的には、中段グループに位置し、予選では、単米が何度か、シングルグリッドを獲得した。相変わらず、リタイア回数が多かったが、 第12戦オーストリア GP では、ジョーンズ4位、タンベー5位で、初ポイントを獲得。続く、イタリア GP でもジョーンズが6位に入賞した。最終的に入賞は、この3回のみで、6ポイントを獲得し、コンストラクターズランキングは8位となった。ベアトリース・フーズの撤退後、チームは、新スポンサーとしてバークレートの契約にこぎつけた。 しかしコスワースとの関係が悪化し、フォードエンジンの供給を失ったことから、カール・ハースは最終的に1987年の活動継続を断念した。本拠施設や資材は、ブラバムのオーナー、バーニー・エクレストンに売却された。チーム・ハースの撤退後、フォード GBA エンジンの使用権はベネトンが獲得し、1987年の マシン B187 に搭載された。以後、ベネトンは、フォードのワークスタイグーチームとして躍進することになる。開発技術者のうち、ニール・オート・レイは、マクラーレン、ロス・ブラウンは、アローズ、トム・ウォーキンショーレーシングを経てベネトン及びフェラーリで、チャンピオンマシンを開発することになる。また、1986年シーズンの途中から、 韓米担当のエンジニアとして、エイドリアン・ニューウェイも在籍していた。優秀な人材を揃えていただけに、ブラウンは、あのまま続けていれば、信じられないほど強力な集団になっていただろうと、惜しんでいる。ありがとうございます。